こんにちは。公演お疲れ様、ありがとうございます。お昼公演ありがとうございました。こんにちは、こんにちは、こんにちは。お昼公演お疲れ様。テンポ悪い。ダブルソフトありがとうございます。ハートありがとうございます。止まってる。でもこれ今一番いいやつだから、これ以上何もできひんねんな、残念ながら。これもうよこれ以上何もできんねんな、残念ながら。どうしよう、見えてますか？あ、よくなった？あれ？よかった、気まぐれですかね。何も変えてへんねんけど。雨やからとかあるんかな、関係あるんかな。治ったかな？何もしてないけど、治ったならよかったです。お疲れありがとうございます。おつみんありがとうございます。今日は電波は悪いみたいね。電波のテンションが上がったり下がったり上がったり下がったり。ハートありがとうございます。どこから話聞こえてました？目があった、目があったよ。もちもち、もちろんウインクしてできひんけど、うちもありがとうございますありがとうございます。ハートありがとうございます。あら、まだ固まってる方もいらっしゃるのか。あら、更新してみたら変わるかもしれないです。ダブルソフトありがとうございます。お、夜公演に向けて到着したよ。おー、ありがとうございます。花束とハートありがとうございます。テストと一緒に帰ったけど迷子私がテスト帰ってくださいって言ったから一緒に帰っちゃった。あら、外れ、残念、外れ、残念。久しぶりの流れ星買い方やった、ありがとうございます。やっぱり流れ星しかですよね。嬉しい、ありがとうございます。外れ、残念。食べて、ありがとうございます。食べたい、アイス食べたい、かき氷食べたい。アイスは太るからかき氷食べたい。まあでも公演の日はやっぱアイス食べたいよね。暑いし。ダブルソフトハートありがとうございます。ギフト光回線入れてほしいですねナンバー向かってます。お気をつけて。片揚げポテト、あやねも今日食べたよ。そういえばもう今日も食べた。片揚げポテトのちっちゃいパックにめっちゃハマっててね。まあ、もばめに書いたことなので、もばめの方しかちょっと知らないのが申し訳ないね、あれですけどダブルソフトありがとうございます。食べて、ありがとうございます。かき氷はほんまに無限に食べれる気がする。っていうか、かき氷のあのさ、お家とかでよく作る、屋台とかで作るようなやつじゃなくて、ほんまにお店で食べるかき氷を食べたいって言って早2年、まださ2年経ったけど1回もまだお店のかき氷食べれてないんだよね。だから早くお店のかき氷、今年こそは、今年こそは絶対食べたいですお店のかき氷。そう、お家のかき氷はしょっちゅう作る、ヘルシー。まああの、あれはソース、タレ、蜜、蜜がね結構あるけど、言うて氷やからさ、かき氷っていいんだよね。でもお店のかき氷ほんまに食べたい、今年こそ。おすすめ探さな、ゆいなさんとか紹介してらっしゃるかな、一緒に行きたいな。コメダのが美味しいの。そうそう、お高いかき氷、そう、屋台とかの300円とかじゃなくて1200円とかそれぐらいのなんかすごいふわふわのやつとか、お店のかき氷なんかトッピングいっぱいとか、そういうの食べたいんですよね。ハートありがとうございます。とんかつソースでかき氷おいしいのおいしいのそれ、とんかつソース、なんか味濃いくなりそう。ウジキン時しか勝たん。あれは屋台のやったらブルーハワイしか勝たんです。まあ味一緒やけどね、あれ色やけど、まあ青が好きやから
そう、ふわふわのお店のかき氷食べたい。おすすめあったら教えてください。難波近辺で。そうそうそう、ほんまにちゃんとしたやつって昼ご飯食事と同じぐらいするじゃないですか。まあ、それでも全然いいから、ちゃんとしたお店のやつ食べたいんだよね。ハートありがとうございます。ママと一緒にブルーハワイ、わかる？そう、あれも屋台やったらブルーハワイしか勝たんなんです。 I love ブルーハワイ。ハートありがとうございます。A ピッツァいいな。 A ピッツァさ、みんな美味しいって言うけど、あれまだ行ったことなくて。 A ピッツァ外からさ、あのメニュー眺めるとかはよくあんねんけど、まだ買ったことないんですよ、 A ピッツァ。なんかそれ400円ぐらいで一人にちょうどいいサイズのピザ食べれるっていうのを聞いてさ、クワトロフォルマッチが食べたいんです。私ピザ界隈やとクワトロチーズしか勝たんなんですけどクワトロしか勝たんねんからさ、クワトロ A ピッツァ食べたい、食べたい。 A ピッツァまだ食べたことないんですよ。めっちゃ気になってる。でもめっちゃ気になってる。ハートありがとうございます。お茶屋さんのかき氷、へえ、ありがとうございます。表情も良かったよ、ありがとうございます。嬉しい、最高に可愛いぞ、ありがとうございます。レバニラ炒めいいね、いいね、いいね、美味しそう。ダブルソフトありがとうございます。お疲れ様のアイスあげたい、食べたいアイス食べたい。入ったことはない。あれでもそうなのよ、A ピッツ入ったことはない。バーガーキング行ったんや、お昼ご飯。おー、バーガーキング、あれでまだアップルパイしか食べたことない。あのバーガー系食べたことない美味しいですか？なんかめっちゃ肉がめっちゃ美味しいってみんな言ってた。まだデビューしてないのよね、実は。メロンしか勝たん。いいね、メロンもいいよね。ハートありがとうございます。レモンサクレいいよね、サクレ美味しいよね。ハートありがとうございます。スモークチキン、徳島からの帰り、おー、楽しかったですか？徳島、徳島の美味しいもんも食べれたかな？どんな感じやったんやろ、四国放送祭り。写真は見た、でも公式で上がってたやつ。ペンライトありがとうございます。ゆる公園も盛り上がりましょうね。ゆる公園も盛り上がりましょう。お待ちしてます。ダブルソフトありがとうございます。結構ボリュームあって美味しかった。美味しそう美味しそう。ダブルソフトありがとうございます。やばい、かき氷とバーガーキングと A ピッツァが食べたい気になってる。かき氷はでもほんまに食べたい。かき氷ならさ、なんぼ食べても罪悪感少ないじゃないですか、氷というか。すけわいわい新曲劇場で初めて見たよ、めっちゃかっこいいやん。おー、ありがとうございます。そう、今日からね、これが愛なのかになりました。渚最高はね、残念なんですけど終わりです。寂しい、めっちゃやったから。最終的に5ポジやりました。6ポジかな、6ポジやりました。渚最高、イエスイエス、6ポジやった。1週間で違う4ポジ、4つのポジションすることも多々、3回ぐらい、3週間ぐらいあったけど、1週間で違う4個に出るときは全部違う4ポジションやったから、1週間で4個違う渚最高みたいなのもあったけど、渚最高はまだ構成がシンプルやったから、時間ないときは立ち位置見る、1回見たら踊れるぐらい簡単やったんですけど、今回はあのポジションによって振りが結構違う感じやから難しそうって思ってる。そう、あやねは、世代交代では4番手なので天使ちゃんやりました見ました、天使ちゃん、天使ちゃんやりました。どうもなのか、それともフェイクなのか、で天使ちゃんやってます。あれは
かっこよかった。うわ、ありがとうございます。ドキドキした、めっちゃめっちゃ緊張した無事終わってよかったです。あ、そう、コンビニ選択を昨日、お支払い方法の選択をコンビニにされた方は今日までですね。コンビニだけ1日なので皆さんお忘れないようよろしくお願いします。それで結構忘れちゃったって方がいらっしゃるので方法を選択してほっと一息なんですけど、お支払いをするところまでお忘れなくよろしくお願いします。かっこよかった、ありがとうございます。あら、相性良かった、キューキと。嬉しい。かっこよかったですか。愛なのか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 、タンチャ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 、おー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 。あとあれも好きです、私。ストレート過ぎて3人でくるくる回ってるところ、あれ好き。 I want youI love you 許してくれのところ、3人で手重ねてもらってるところ好きですこれが愛なのかも。よろしくお願いします。これからも皆さん気づいてたかな、気づいてたか、さすがに気づいてたかな。天使ちゃんが好きですね。不倫入れした時はちょっとみんなと目一瞬あってにっこりしちゃったんですけど、今は慣れました。スンって天使ちゃんやってます。そう、サガーってめっちゃ言ってたのに全然聞こえへんかった。サガサガー県外でした、一人。みんな声大きいからね。こんにちは。おお、体調気をつけてね。体調第一だからね、気をつけてください。これがよしめありちゃんそうですお疲れ様です、ありがとうございます。おお、最前列、夜も待ってます。そう、スンってね、天使ちゃんになってます。スンって、初めまして、初見さんありがとうございます。こんにちは、はじめまして、ありがとうございます。そう、佐賀が九州って分かってなかったかなって思ったあれって佐賀知ってるって思ったもん。え、多分佐賀の存在、佐賀っていう単語を知らんかったんかなと思って、いや真相知らんけど、知らんけど佐賀が何か分からんから佐賀が佐賀として認識されてなかったんかなと思って思った。でも佐賀が佐賀としてこんにちは、ハートありがとうございます。天使ちゃんチェックしてください、決めてるから。天使になりきってます、あれは結構ハードでびっくりした。でも渚最高もルンルンしててさ、ずっと飛び出てくから結構ハードやけど、これが愛なのかも、思ったよりハードでめっちゃ息上がっちゃってたかも。劇場向かってるよ、ありがとう、気をつけてね、気をつけてください。王将いいな、王将いいね。腹ごしらえしていっぱい、夜公演もよしみんコールよろしくお願いします。夜公演もよしみんコールたくさん、あとペンライトフリフリも DMM 越しの方もよろしくお願いします。超能力をってさ、昼公演めっちゃカメラ見たつもりやってんですけど抜かれてたかな、あれどうやろうと思いながらめっちゃカメラ見たつもりやったんですけど夜公演ファイト配信流してます、ありがとうございます。お、徳島から帰りの方いらっしゃる、楽しかったですか徳島。全力市民コール頑張ります、ありがとうございます。あ、来てた目線、よかったよかったよかった、決まってた、ありがとうございます、見てくださって、来てた、よかったね。後ろの方も配信越しの方もありがとうございます。夜公演もよろしくお願いします。そろそろ男女読みしますね。バラありがとうございます、バラありがとうございます。
あ、今日は帰ったらテスト勉強しなきゃですね。もうやばいので歌唱力に全力をかけたくてね、ほとんど歌唱力に全力を使ってたからさ、全然勉強してなくて、今から始めるので必死のパッチで、でも福野亜美さんの YouTube もさ参考にさせていただくために、どうやってやってるんだろうと思って福野亜美さんの YouTube 見たけど、やっぱり3時ぐらいまで勉強しててびっくりした。あれ全然徹夜したことないんですけど、全然いつも寝るんですけどそう、はーい、よし見合いね、読んだ？読んだよ、メイクだよ。え、もう？うん、嘘、4番やで、あやね。そうやで。は、早っ。え、あ、じゃあちょうどいいので終わりますメイクらしいでもアミさんぐらいのあやねもね、気合で頑張りたいと思います。メイクらしい、もっと押すと思った、4番やからさあと1時間ぐらいと思ってた。では13位ジュニアさん、ありがとうございます。12位チャミさん、ありがとうございます。11位カッチさん、ありがとうございます。10位キューマさん、ありがとうございます。9位サカさん、ありがとうございます。8位コバトンさん、ありがとうございます。7位ヨシ君、ありがとうございます。6位ハルさん、ありがとうございます。5位ヨンさん、ありがとうございます。4位よ F さん、ありがとうございます。そして3位はウーカメインの箱石さんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位は久保哲さんでした、ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はミョンさんでした、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。ゆるコイも頑張ってね、ありがとうございます。頑張ります。ヨシミンコールよろしくお願いします。では次の配信も来てくれるかな。またねまたね。